まあ、本当にね、高校時代かな、遡れば、まあ、ロックとかね、音楽が好きだったんですよ、その当時の。アートロックっていう音楽が、まあ、そういうジャンルが、まあ、今はないけど、言われないけど、そういうジャンルがあって、なんか、何年代ぐらいですか？70年代の初めぐらいでしょうね。69年とか70年とか、ウッドストックのフェスティバルがあったような時代で、その頃のロックミュージシャンってアートスクール出身というか、美術の学校を出たり在学したりしながら音楽やってる人が多くて、なんかね、そういうこう、まあ、ライフスタイルとかに憧れたようなところがあって、ロックの音楽が好きな人ってやっぱりファッションっていう意味でもすごく洗練された人が多かった。特にね、ロンドンのミュージシャン、イギリスのミュージシャンとかそういう人が多くて、そういう人たちが好きだったんですね。で、その彼らが好きだったから、そのファッションやそのデザインとか、まあ、アーティスティックなことっていうよりもそのスタイルがすごく好きで惹かれていったっていうことがあって、日本でもワークショップムといって、奥村さんとか、真鍋さんとか、そういうこうデザインとか絵を描くような人が所属してた、まあ、デザインの事務所があったりして、なんかそういうところの仕事を、例えばヘイボンパンチとか、その当時だとサディスティックミカバンドのレコードジャケットとかね、そういうので知って、なんかこう、そのポップ感覚っていうのにすごく目覚めてったっていうようなことが基本的なところであるかな。結局音楽とかファッションとかアートとかっていうのも一緒のものだと、要するに切り離して考えるべきものではなくて、今もそうなんだけど、デザインとかアートとかファッションとかって僕の中で全然切り離して考えるようなことではなくって、まあ当然だけど趣味がないことになってる、要するに何をこう何に興味持っても結局つながってるから、まあ自分はビジュアルアーティストっていう言い方してるけれども、別に何と呼ばれようと全く構わないとは思ってるんですよ。だからイラストレーターっていう側面もあれば、デザインっていう意味でのなんかディレクションしたりすることもあるし、もう表現っていうことであんまり分け隔てなく、自分が好きだな、とってもこれはなんか美しいものにつながるなって思うようなことだったら、何でもやっていこうかなと思ってるっていうのがそのスタンスですね。一番の期待はやっぱり、見に来るであろうお客さんと、お店のスタッフの人たちと、あとは僕も含めて展覧会を準備していくスタッフと、なんかこう共通の意識とか認識とか何かしていけると一番楽しいだろうなと思うんですけど、そこかな。結局自分が何か表現したりしていこうっていうことは基本的に自分としてはもうとっても楽しいこととか素敵だと思うことをしていきたい、反応はとっても楽しみですね。まあ展覧会ってやっぱり作家が自分がこう表現してるものとかしたいこととか何かこう見せるようなことじゃないですか。でそれはまあいわば作家の生活の中から出てきたものを最終的な形として、こんなビジョンとか考え方とかこんなものがありますよって見せるんですけど、まあ見せたり感じたりいろいろな方法で、で今回の場合っていうのは僕がどうこうっていうよりも、来てくれたお客様がなんか自分の夢とか希望とか言葉でもまあ絵でも
本当に何でもいいんですけど、そういうビジョンをまあギャラリーなりそのビームスジャパンっていう館の中で思いついたり、あるいはずっとこんなことが素敵だなって思ってることが、それはよくわからないけど今は、それを僕が受け取ってそれに自分がどういうふうに反応できるかなっていうことが一番僕にとっては楽しみで、結局そのことが未来を作っていくっていうふうに思うんですね。で結局自分がお客様というか見に来てくれた人の感じたことを実際に目に見える、まあ、絵というかな、まあ、今回の場合絵だけれども、うん、その絵にして、共有する、こんなものを僕はあなたの言葉から感じましたよっていうことを返した時に、うん、その夢あるいは言葉をくださったお客様は、あ、確かにそういうことなんですよって思うかもしれないし、うん、こういうことかなって思うかもしれないし、うん、疑問が出てきたりとか、なんかこうそこからまた新しいビジョンが出てきたりとか必ずすると思うんです、うん、でそれをすごく素直にフランクに表裏なく積み重ねるっていうことをしていくと、そんななんか曲がったこととか横島なことには僕ならないって信じてるんで、そういうこう純粋なクリエイティブな気持ち、ピュアな何か夢っていう本当に素敵な、僕は素敵な夢があってほしいと思うんで、希望とかね、それにつながっていった時に必ずその夢が元になって、自分たちが生きやすい、暮らしやすい、みんなにとっても素敵な世の中になるだろうっていうふうに信じてるんで、すごく基本的なことを今回トライできるなっていうのが、やっぱり一番ワクワクしてるところなんですけどね。今回のまあ展覧会に合わせて、その星のアトリエ、ザ・スターズ・アトリエっていうタイトルで、まあ、ピアノのコンピレーションっていうか、ピアノの演奏をコンパイルしたアルバムっていうのをね、作っていただいたんで、作っていただいた、まあ作ろうぜっていう話をして作ったんだけど、はい、なんかやっぱり、まあ別に絵と音楽を一緒に楽しもうっていうことじゃないんだけどね、別にこの絵だからこの音かなとか、そういうことも実際あるし、音楽聴きながら絵を描くこともあるけれども、まあ表現のうちの一つとして、その音っていうのもね、別に同時に楽しむっていう意味じゃなくて、その絵とか会場とか雰囲気にふさわしいものっていうのを集めてみましたというものですね。